スラスラニュースの時間です。どうも、スラスラニュースの宮瀬葵です。くしゃみの音楽隊をあなたは知っていますか？昨年末に電子処方箋を発表したスウェーデンの公営薬局アポテケット、このサイトではくしゃみや咳で音楽を作れるようです。ウェブプロモーションとしても面白い事例ですね。夏休み、お父さんと息子の自由研究はいかがですか？息子と戦車に乗ることを夢見るお父さんが、農作業用のコンバインを戦車にしてしまおうと試みるブログが話題になっています。先日塗装が完了、最新の走行動画を入手しました。たった5人で作られた任天堂 DS のソフトが一部で話題です。開発を行った有限会社スキップさんにレポーターのももちゃんがお邪魔しています。ももちゃん、毎度ももこです。今日はゲーム開発会社のスキップさんにお邪魔しております。何やら新しいゲームが出るそうで、任天堂 DS さんからなんですけれども、合コンに使えるような面白いゲームが開発されるそうなんですよ。アルケメ DS というのは何ぞや、私全く分からないんですけども、何やら合同コンパにぴったりみたいな話を聞いたんですけれども、どういった内容なんでしょうか、教えてくださいませ。親がお題を出して、みんなで面白い答えを書くという大喜利のお笑いゲームです。これはもう大喜利っていうテーマでずっとこうひたすらこう、で、いやでもないこうでもないそう。大喜利っていうか、コミュニケーションを取ろうっていうつもりで作ってるんで、なんか親が何しろ書いたものを子供たちみんなで発表して答えるっていう形式のシステムだけできてるんで、クイズ番組とかをやってもいいし、あと例えばいつどこで誰が何をしたって順番決めてもらうと、それをオープンして変な答えが出てきたら面白いとか、そういう枠組みが入ってるだけなんで、遊び方もその遊ぶ人たち次第っていうつもりで作ってるんですけれどもね。ああ、なるほど、はい。このゲームを作ったきっかけは、やっぱりその皆様がコミュニケーションを取れるようにというふうに考えてこう出た案なんですか？出たんですよ。ちょっと実際にやってみていただいてもよろしいでしょうか？はい、やってます、やってます。今ちょうど答えオープンするところなんですけれども、さっき西健一って僕なんですけどね、はい、僕のダメなところはってお題がシャレで出てきてて、はい、でちょっと次の答えオープンする感じですよね。西健一のダメなところ、はい、あ、面白い。なんでダメなんですか、これ。意味がわかんない、レベルが高すぎますね。バンダナちゃん、これあんまり触れない方がいいんですか？ほっといてください。僕のキャラクターなんですけど、よくこれを書くんですけど、これは最大4人ソフトを1本買っていただくと、そこからダウンロードっていって、他の3台で、これ今ソフト育ててるのこの黒いのだけなんですね。1本2100円で買っていただくと、この3人までこうダウンロードされて4人で遊べるっていうものをですね、合コンでもよし、はい、会話が途切れがちな夫婦関係改善のために遊んでもらうもよし、はい、あと中学生とか高校生とかって、そういうちょっと若い子たちと遊んだことも何回もあるんですけど、はい、結構みんなその学校の先生の似顔絵かけとかね、クラスのあの子のいいところどことかっていうんで、結構盛り上がってる感じでみんな遊んでくれてますね。これはだいたいいつ頃に発売みたいなのをお聞きしてもよろしいんですか？いつでしたっけ？7月19日です。7月19日、はい、もうすぐでございますね。それでは皆さん、また次回、スラスラニュースの皆さん、葵でした。